社会を明るくする運動とは法務省が主張する犯罪をなくして社会を明るくするためにすべての日本国民が犯罪の防止と犯罪者の強制及び公正保護についての正しい理解を深め進んでこれらの活動に協力するように全国民に呼びかける啓発活動社名運動とも呼ぶ 民間の有志が1949年7月13日から7月19日に東京の銀座で実施した犯罪者予防構成法実施記念フェアが前進である。翌1950年7月1日から7月10日にかけては BBS 会主導により全国的な強制保護キャンペーンが展開されさらに拡大するため、 法務府が各地の実施委員会設置などの体制整備を行い、1951年から本運動として実施された。2000年の第50回にあたっては、郵政省が記念日程を発行している。法務省では、犯罪者予防構成法の施行日にちなみ、毎年7月を強化月間として啓発、周知を図っている。期間中は、講演会、コンサート、 作文コンテスト、映画会、弁論大会、スポーツ大会、街頭パレードなどのイベントを行っている。ありがとうございます。